皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は信長の野望新生のファミ通紹介をしていきたいと思います。心エントするとき大胆不敵、 AI で縦横無尽に活躍する武将たち。戦国コラム、徳川四天王とは酒井忠次、榊原康政、本田忠勝、井伊直政の4名のことです。徳川家康が若い頃から仕えて、生涯にわたって忠義を尽くして家康からも重用された武将で、忠次を除く3名は家康三公とも呼ばれています。間違ってないよね。まあいいや。ではキャラクターを軽く紹介します。徳川家康、岡崎城主で松平広忠の息子です。服部半蔵、徳川家家臣です。本田忠勝、徳川四天王の一人で家康に過ぎたるものとまで称された家中随一の猛将です。プレイヤーの判断力が合戦の威勢を決めます。流動的な戦局を見極めて最前手を打ちましょう。自立行動し、時には提案もしてくれる家臣たちを使いこなしましょう。要所を制圧して戦局を有利にしましょう。合戦では基本的に武将たちは自己判断で動きます。開始前には軍評定が行われて、布陣の変更や武将たちの考えを確認することも可能です。流れを確認しながら、合戦開始後の戦況を見ながら、当初の予定から悪い方向にずれたら立て直せるように指示を出すなど、プレイヤーは文字通り指揮官として動く必要があります。合戦が進行し、戦況も変化していくと、戦場にいる武将たちもそれに対応して周囲と連携を図ったり、指揮官であるプレイヤーにどう行動すべきかの判断を求めてきたりするようになります。戦場には要所と呼ばれる場所が点在していて、この場所を制圧すると戦いが有利になります。特殊な要所を制圧すると特別な効果を発動できて、戦局を有利に運べるようになります。軍評定の際にこういった要所を狙うような作戦を立てておいて、優先的に制圧することが重要になります。ただ敵軍に向かっていく戦いだけでなく、戦場にあるものを利用することが勝利への近道となりましょう。まあこれらを利用して、3つの要所を利用して戦うことも、まあ、戦い勝利への近道ということになりますね。まあまさに知略が勝利の鍵を握るといったところです。というわけで今回はこの辺で、信長の野望新生のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。